皆さんこんにちは。バレルバレー公式チャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日は弊社の甘酒3種類をご紹介していきたいと思います。まずはこちら 100% 米麹で作られたドリンクタイプの甘酒、そしてお米と米麹で作られた食べるタイプの甘酒、こちら太い瓶は白麹で作られた原産ソースのドリンクタイプの甘酒となっております。まずはこの細い瓶の米麹 100% ドリンクタイプの甘酒のご紹介です。ご覧の通りサラサラとしているのが特徴で、なおかつ米麹 100% なので甘さがすっきりとしています。このまま1日 100cc を目安に飲んでいただくのもおすすめではあるのですが、ちょっと甘いなと感じるお客様には豆乳や牛乳と割って飲んでいただくこともおすすめしています。2つ目の甘酒のご紹介です。の甘酒、カップのタイプの甘酒です。お米と米麹で作られた食べるタイプの甘酒になっています。そのまま召し上がっていただいても美味しいんですが、凍らせてシャーベット状にして召し上がっていただくこともおすすめしています。お子様がいらっしゃるご家庭ですと、なかなかお砂糖を使う量にも大変気を配っているお客様が多いんですが、おやつ作りにも卵焼きのお砂糖をこの甘酒に代用していただくと、お子さんの味覚も変わってくるので、ぜひ試してみてください。3つ目の甘酒のご紹介です。エナジーフォースです。エナジーフォースは白麹で作られたドリンクタイプの甘酒です。白麹の甘酒はブドウ糖だけではなくクエン酸を作るのが特徴です。クエン酸は体全体のエネルギーになるので、疲れたな、今日は一日頑張りたいな、そんな日にぜひ飲んでいただきたい白麹の甘酒ドリンクです。今回はバレルバレーの甘酒3種類をご紹介させていただきました。甘酒は飲む点滴と言われるほど昔から日本人に愛されてきた発酵食品です。飲むにしてもお料理に使うにしても体にいい甘酒、ぜひバレルバレーの甘酒をお試しください。本日はご視聴いただきありがとうございました。概要欄にオンラインストアの URL を貼っておきますので、そちらよりチェックしてみてください。ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バレルバレーチャンネル。